2. メトキシエタノール、またはメチルセロサルブは化学式 C3H8O2 で表される有機化合物で主に溶剤として用いられる。無色透明の液体でエーテル様の匂いがある。クリコールエーテルとして知られている溶媒に属する。異なるタイプの化学薬品を溶かすことができて水や他の溶媒と混ざることは注目に値する。2. メトキシエタノールは プロトン化したエチレンオキシドへのメタノールの嗅覚攻撃と、それに続くプロトン脱離により形成される。2、メトキシエタノールは異なる目的、例えばワニス、染料、樹脂の溶剤として用いられる。また、航空機の除氷理剤の添加剤としても用いられる。有機金属化学の分野では、バスカ、錯体や関連した化合物、例えば、 カルボニルクロロヒドリードトリスルテニウム、キャバニルクロロハイドリドトリスルテニウムの合成に普通に用いられる。これらの反応の間、アルコールは水素化物と一酸化炭素の供給源として働く。二、メトキシエタノールは骨髄と抗がんに対して毒性がある。高レベルに暴露された労働者には、下流球減少症、大玉性貧血、トぼし性死傷、無性死傷のリスクがある。 メトキシエタノールはアルコールでヒドロゲナーゼによってメトキシ酢酸に変換される。これは有害な影響を引き起こす物質である。エタノールと酢酸エステルの両方に保護効果がある。メトキシ酢酸エステルはクレブス回路に入りメトキシクエン酸エステルを形成する。ありがとうございます。